キナバル公園は、ボルネオ島のマレーシア領内、北端部のサバ州にある、キナバル山を含む、三つの山を中心とした山域の、保護を目的とした、自然公園。マレーシアの国立公園であり、キナバル国立公園とも呼ばれる。2000年に、ユネスコの世界遺産に登録されている。キナバル山も参照キナバルとは、中国語でキナは、中国、バルは、未亡人の意味。 キナバル山付近には中国の王子とその未亡人の伝説も残っている。ボルネオ島のジャングルはアマゾンやアフリカ大陸に存在するジャングルより古いと言われている。このため公園内は特有の動植物が多く存在している。特に世界最大の花とも言われるラフレッシア食中植物として有名なウツボカズラが厳生している。また、 公園本部から約4 0キロメートルの場所には、ポーリン温泉が存在し、保養施設となっている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。